Excuse me. Can you tell me how to get to the station? は?なんだって? Can you tell me how to get to the station? ほほう。英語か。Don't worry. え、違う。その。英語も話せないなんて勉強が足りないね。Can you tell me how to get to the station? Go straight and turn right. Go go go. Go your way. Believe yourself.Oh, all right, thank you. You are welcome! English 資格検定の賜物だな。ああ、ありがとうよ。すまね、英語なんてからっきしで。礼には及びませんよ。でも、あれくらい…グローバル社会。今は世界を股にかけて活動するのが当たり前。僕もそんなインターナショナルなパーソンを目指してこの学校で資格を取得し認可学校ああこの建物かそう僕はこの学校にずっと通っていてね今までに取得してきた資格は 50? マジかよすげえな資格なんだそれはいけない今は個の力が重視される時代資格を取って人間力を磨かないと一流の社会人になれないし将来食いっぱぐれるよそうだせっかくだから体験してみたらいい体験ああこの学校では今初回講習無料キャンペーンをやっているんだ無料で人間力を磨ける興味あるでまあ確かに少し興味はあるなら善は急げだついてきなさいなさあさあさあああここは資格学校業界の中でもかなりの大手だからさこちらが受付だよあいかにさどうも宮越さん今日もあそちらの方はあこの人ですかあこの人はその僕がこの僕いかにが勧誘したんですよなるほどねこの子の気を引きたいがために俺を紹介したってわけかそうなんですかご紹介ありがとうございますいかりさんいやーなーに宮越さんのためですからなんつってはっ私本校受付の宮越と申しますよろしくお願いしますねなあ俺は春日一番ってんだ春日さんですねそれでは簡単に本校の説明をさせていただきます耳の穴かっぽじってよく聞くんだぞ宮越さんがせっかく説明してくれるんだから一言一句逃さないようにうるせえな当校は就職から趣味に至るまであらゆる資格のサポート資格試験の合格率は業界ナンバーワン覚悟を決めたら大海原をスローガンに本気で自分を高めたい人ほう合格率ナンバーワンかすげえじゃねえかありがとうございますただ我々は単に資格が取れればいい合格すればいいとは考えていないんです大切なのは資格取得をする中でいかにその人自身を磨くことができるか人間力を高めることができるかいくら資格がたくさん取れたとしても人として成長できなければ意味がないと考えているからですいいこと言うな宮越さんはお前ちょっと黙っててくれねえかまあでもなんとなく分かった俺も資格が欲しいってわけじゃねえけどよ人間としてもうちょい成長ありがとうございますでは無料体育ご準備ができましたら私にお声掛けください分かった春日さん無料体験を始めさせていただきなあ頼むぜそれではご案内させてどの資格を受験しますか
ーの資格でよろしい。まもなく試験開始です。お疲れ様でした。これで無料体験は終了になります。ふう、初めてにしては上出来じゃないかな。まあ僕みたいに資格、いちいちうるせえな。やってみていかがでしたか、春日さん。勉強なんてほとんどしたことねえから大変だったけど、身になるっていうか自分が成長した感じがして。それは良かったです。人としての成長、人間力の育成こそが。もしよろしければ入学を検討いただけませんでしょうか。うちは入学は無料、取りたい資格があるときにその講座に申し込まなければ料金はかからない。とりあえず入学しといて損はないわけだから、入学した方がいいよ。宮越さんのためにもするんだ。さあさあさあ。たく、分かったよ。俺も人間としてもうちょっと成長してみてえからな。試しに。ありがとうございます。一緒に人間力を伸ばしましょう。受けたいコースがありましたらいつでも私に声をかけてくださいね。わかった。だがいろんなコースがあるんだろう。俺何もわからん。あ、そうですよね。何かさそれなら資格取得数50を超える資格。お前が。わあ、イカリさんにサポートしていただけるんでしたら本当に助かります。でももちろん、宮越さんが喜ぶ顔が見れるんでしたら、もじゃもじゃ頭のおっさんのサポートの一つや二つ大したことはありませんよ。なんつって下心丸出したな。ですがイカリさんは資格に関しては下手な職員よりも詳しいので、すごく頼りになると思いますよ。ちょっとね。まあわかった、よろしく頼みますよ任せてくれたまえ。僕が優しくサポートする姿見ていてくださいね、宮越さん。なんつってはい。